Hiroshi desu. Hitori ne no samui yoru wa yutanpo nado wo naizou gawari ni tsukau to nukui desu ne. Lady no teigi tte nan daro? Kirei de shitoyaka de atama ga yokute. Ja zenzen dame jan. Demo Sunako-chan lady ka ni shippai shitara. Sono toki wa yachin 3 bai zengaku ikkatsu barai yo. Kibishii. Ranmaru, 15 歳。 自他ともに認める博愛主義者の俺は、今日も可愛い子猫ちゃんからのモーニングコールで目覚める。ボンジョーノ。やってるよ。もう出ないよ。もう耐えられないよ。お前が出ないから家の方まで鳴り出したじゃないか。とりあえず起きて電話に出ろよ。さらに激しく起きろよ。おのれ、うるせえ。また6時デコピン食えるよ。最近どうも刺激がない。俺を夢中にさせてくれる女神が現れないせいだ。どこ行くの？散歩。じゃあ CD 買ってきて。本買ってきて。おやつ買ってきて。やだ。低血圧だよね、ランマルって。あんなにボケーっとしてて大丈夫かな。子猫ちゃんで、親父。ただいま、お土産もらったよ。わーい、さすがランマル。ドーナツいただき。俺 CD。 ねえみんな、相談があるんだ。この俺が一人の女のものになるってどう思う？はあ、許されないよね。はあ、そんなことになれば世の中の女の子たちは涙に暮れ、心の痛みに耐えかねた挙句、自らの運命を呪いながら自害して、
ダメだ、そんなこと俺にはとてもできない。どうしたのランマル。俺のどこがそうだ。いや、実は。お見合い。親父が勝手にセッティングしちゃったらしくてさ。ついに年貢の納め時か。早く身を固めた方が世のため女性のためだもんな。やだやだ、もっと遊ぶ。実はな、その見合いをぶっ壊してほしいから相談してるわけよ。で、その相手ってどんな子なの？なんでも超箱入りのお嬢様、名門幼稚舎からずっと女子校育ちで、リムジンの送り迎え付き、男と口を聞いたこともない筋金入りのレディーらしい。俺、女はちょいエロが好みなんだよね。お見合いぶち壊そう。そんな子ランマルが毒牙にかけちゃダメだ。こいつが初めての男なんてあんまりだろう。男がみんな鬼悪魔と思われてしまう。理由はともかく協力してくれるんだな。でもどうすればいいのかな。相手に嫌われればよろしいのでは。そんなこの俺が女の子に嫌われる。ありえない、あってはならない。あ、嘘です、ごめんなさい。お嬢様に嫌われる男といえば強兵です。おい、凶暴、口悪い、喧嘩っ早い、怖い男はみんな嫌いでしょ。な、納得すんな。勇気だって頼りない男嫌いって言われるタイプじゃん。ひどい。竹中だって神経質そうで冷たい感じとか言われてるよ。なんで俺まで。そうだよ、忘れてんだよ。もしもし、なあハニー、まあ今から、そう、じゃ行こっかな。お前の話だろ。とにかく強兵になりきるのが一番の早道だよ。そうか、なんでだよお前。いつものあれ行ってみる。超悪への道。女の子に嫌われる、超悪になるには、目つき悪く、態度でかく、ご両親にも嫌われるように。コスカ丸、その調子で。リッスントゥ、てめえざけんなよ。ふざけちゃいけないよベイビー。バツ、ちっとも悪じゃねえや、ざけんなよ。ざけんなよ。できない。何バカなことやってんの。そんな暇あったら公式の一つでも覚えたら。何それ、竹長の真似。こっちのが嫌われんべ。なんでだよお前。なそっくしじゃん。ちょっと喧嘩はやめてよ。お、ユキそっくり。全ては俺が美しすぎるのがいけないんだ。ああ許してくれ、麗しの乙女たちよ。俺そんなこと言ってない。言ってるって。嫌われるなら誰の真似でもいいのでは。ランマルどこかな。こら押すな。スナコちゃん、それは長くかかりそうでしたから。すいません、うちのバカ息子が遅刻なんかしまして。本当にどこへ行ってしまったのかしら。いいえ、こちらも両親が同席できずにご迷惑を。いやいや、そんな。ちょっと親父ランマルに似てる。そっちか。あの子まさに絵に描いたようなお嬢様だな。かわいい。お待たせ。遅い。ランちゃん。超悪への道。超悪になるためには行儀の悪さが大切だね。これで君も立派な嫌われ者さ。まる、てか嫌われたくねえよ普通。こんなコーナー意味ねえじゃん。すまん。初めてお目にかかります、人
のい玉尾と申します。だれ腹減った。完璧だ、強兵だ。俺ってあんなか。ぽっくり。ランマル、なんだその態度は。うっせんだよ。ランちゃんが別人になっちゃった。ママ落ち着いて。いつもはこんな子じゃないんだよ。変に浮ついた方よりも男らしくて素敵でいらっしゃいますわ。なあ、くふう、必死に練習したのに。ランマル、じっと来なさい。わわわわわわ。何のつもりだランマル。それはこっちのセリフだよ。勝手にお見合いなんて決めちゃって。あの子はな、パパが気に入ってお見合い頼んだんだぞ。ママも。何それ。パパはな、あんな娘が欲しかったのだ。ママも夢だったのよ、可愛い娘と一緒に着せ替えごっこするのが。そう。そんなことのために俺の人生を。いいかランマル、よく聞きなさい。ああいう擦れていない娘を自分の好みに変えていく光源氏のような恋愛、これこそが究極の男のロマンなんだぞ。だったらあんたがやれよ。パパにはママがいるもん。ねえ、頑張りなさいランちゃん。それで玉尾さんのご趣味は。お茶ですとかお花などもたしなみますが、最近では乗馬にも凝っております。まあまあ、それはそれは結構な。くそ、調和の作戦が通用しなかったら一体どうすりゃいい、うん、俺にもおにぎりよこせ。なあ、それは最後に取っておいたタラコ。もう食べちゃったもんね。タラコ。よし。霊感が終わりになるのですか。とてもセンシティブで魅力的だと存じます。ダメだダメだ、気を取り直して竹長戦法で。君、フォークの持ち方違うんじゃないの。まあ、教えていただいてありがとうございます。ズガーン、なんでこうなるんだ。疲れた。なんかよくわかんない子だったな。何やっても怒んないんだもんな。そうだ、あそこでやってたのって全部俺たちの真似。どれかは嫌ってくれるだろうと。信じらんな。でも結局誰も嫌われなかったな。ああそっか、いい子だねあのお嬢様。ああダメダメ、俺ああいうのすんごい苦手かも。まああんだけやっときゃどうせあっちから断ってくるだろうけど。どう、俺の演技結構良かった。演技っつうか多重人格。まったくだ。つうことは良かったってこと。はい。ランマル、外にお嬢様が来た。飛んで火にいる夏の虫、ここで最後のとどめを刺してやる。ちょ、何する気。悪いランマルにチェンジ、一気に肩をつけてやるさ。何の用だよ。先ほどテーブルでお外しになったブレスレットをお忘れでしたので。それだけのためにわざわざうちまで、こんな夜遅く本当に俺に。それでは確かにお届けいたしました。おやすみなさいませ。なんなんだその反応は。外で大声出さないでください。スナコちゃん、ごめんランちゃん。やあハニー、ご飯食べに行かない。
ご飯だけ甘いデザート付きかしら行くよ。はい。あの、菊の井と申しますが、蘭丸様はご在宅でしょうか。もうすぐ帰ると思うんですけど。上がって待ってます。 いえ、また出直してまいります。今日は楽しかったよ。また電話してね。きっとよ。オッケー、分かってるよ。それじゃあね。の？で、な、何？母からことづかったものを持ってまいりました。いたなら声かけてよ。あ、そうですね、気がつきませんでした。ご無礼お許しくださいませ。お母さんにお礼を。なんだよ、それ。つい。こっちこそごめん。何かご用ですか。うん、あのさ、なんか気になって。ん？全然好きなタイプじゃないのに気になってさ。だから俺って女なら誰でもいいのかって自分で確かめてみたくて。はた迷惑な。でも違ったみたいだよ。スナコちゃんに浴場しなかったもん。されてたまるか。女の子ってさ、一緒にいて楽しいだけじゃダメかな。ああ、恋愛のことって全く分かりませんが、遊べば遊ばれる、本気なら本気が返ってくる、因果応報。本気なのにもて遊ばれたら地獄へ落ちろということでしょうか。ああ、これランマルが命の次に大事にしてる携帯じゃん。あいつどこ行った。お嬢様の学校に。なんで。お見合いのダメ押しに行ったんじゃないか。よし、俺たちも協力してやろう。協力。うん。まあ素敵なお方ですわね。ご存知、森校の王子様ですわ。あのお方がお声をおかけするのははしたないかしら。いや、何かご用でしょうか。デートのお誘いに。昨日のことでしたらお気になさらないで結構です。目にゴミが入っただけですから。縁談は親同士が勝手に決めたこと、ご無理をなさる必要はございません。それでは。何をなさいますの。なんか昨日から君のことが気になって。俺これは好みが変わったんじゃない。女なら誰でもいいんじゃない。
お嬢様、さあ早く来る前。差し出がましいようですが、もうあの方は諦められた方がよろしいのでは。いや、あの方の好みの大人の女性になって、私に振り向いていただくんです。お嬢様、初めてなんですもの。あんなに綺麗な男の方を見たのは、 私の初恋なんですもの。今頃めでたか肌になってんじゃない。いい仕事したな。なんだそれ。今夜はごちそうです。やったやった。あ、なんでなんで。落ち込んでるでしょうからね。え、お前なんか落ち込んでる。いや別に。ランマル今どうしてるかな。父上、 私はしばらく光源氏になれそうにありません。 ロリロ、ふんじゃ死んな。ワンヌワンヌうるさいの。ヘジでワンヌ、世界5歳戦隊デスワンヌ。違う、パイレーツオブカリビアン。オスコース、ロリロ、予告なんてねえぞ。